ストローピー中間地点でございます。ゴンドラの進行方向右側より上りの論争が参ります。よろしければどうぞご覧ください。本日お越しくださいましたこちらの萌え山は市内中心部からも約5キロと非常に近く、都市と自然が隣接した全国的にも珍しい山でございます。450種類以上の植物が生い茂り、年間約600トンの二酸化炭素を吸収し、環境保全にも役立っております。春の新緑、夏の登山、秋の紅葉、冬のスキーなど四季を通じてしまう通り、標高531メートルにちなんだ5月31日の萌え山の日など、一年を通して様々なイベントを催しております。またこちらの萌え山のことをアイヌ語でインカルシパトパリと呼んでおり、その意味は長雨の良い山とのことです。こちらの萌え山からの眺めをはじめとする札幌の夜景は、夜景サミット2018によって日本新三大夜景に認定されております。お越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。